エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は10月の27日から11月の3日までのオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんハッピーニューヴィーナスですね。今日は10月の26日ですけれども、今朝ほどですね、 US は、新金星になりました。サソリ座の3度ですね、3度ちょっとで、太陽と金星が内合といってですね、地球と太陽の間に、金星が入っています。今金星は、私たちが近すぎますから今見ることできませんけれども、あと10日ぐらいすると今度は、今まで夜、日が沈んでから見えてたんですけれども、明け方ですね、太陽が出てくる前に明けの明星としてまた私たちのところへやってきてくれます。今週はやっぱりね、この新金星があって、ついこの間その前が満月でしたね、牡牛座で。で、今度エネルギーなので申し上げますけど、11月の8日、7日、8日で、新月になりますけれども、サソリ座15度です。で、その日直後にですね、ジュピターが木星が、いよいよ射手座に入ってきます。ですから、今ね、このサソリ座のこの木星の最後の総仕上げが来てますよ。で、去年ですね、第4回の、ジュピター木星サソリ座イングレスというですね、ウェブナーを去年提供してるんですけど、もうぜひそれもう一度ね、皆さん受けた方は見直してください。それからまだ受けてない方は、すごくそういうメッセージが降りてくるんですよね。で、今日のオラクルカード見てもそうなんですけど、ぜひあの動画を、あのウェブナーをですね、今からでも遅くないですから、買ってですね、勉強してください。今回のこの木星が12年に一度射手座に戻ってくるんですけど、そう、この射手座の木星を本当にうまく使っていくためには、この1週間がめちゃくちゃ大事です。この1週間、そしてまあ次の新月までで、この最後の木星のサソリ座というのは射手座から見ると12ハウスになるんですよね。だからここで本当にいろんなものを向き合ってね、サソリ座で大きくですね、皆さんが変容できるように、今最後のいろんなね、取り組みが来てますよ。本当にいろんな方の、そうですね、チャートを見ても、それからもう最近ものすごく、お問い合わせが多いんですね。苦しいから鑑定をしてほしいというのをご依頼もたくさんあってですね、個人鑑定の方は申し訳ないんですけど、来年の5月以降になりますね。もう本当に予約が全部いっぱいで、ただどうしても苦しい方は今入れてるんですけれども、そういうご相談とかそういう方の見てもね、今ものすごいパワフルなアクティベーションが本当に起こってます。で、もう来週ね、この新月の、今度第9回の、土星回帰ですよね、の読み方 と、土星と冥王星が1月に、ね、新しく、来年2020年の1月13日に新しいコンジャクションする前の、この本当にこれからね、その総仕上げが入ってくるので、それを個人レベルのチャートでどうやって読んでいくかという、もうチャートリーディングばっかりの今その準備をしてて、まあ資料が100枚以上になりますね。で、本当に大変なんですけど、これはもう今ね、本格的に能動軸も移っていきますから、今度ねになるで申し上げますけど、今本当正念場ですよ。今週どう生きるか、今週あと10日間ね、残された時間、その後はね、またそれなりにもちろんキャッチアップできますけれども、やっぱり思いっきりですね、今この時をですね、自分の内側をよく見直すために、そして第4回のサソリ座木星イングレスではですね、詳しくそれまでの、まだ初期の頃のウェブナーですから、ほとんどの方がアストロジーわからないのを前提としてですね、詳しくいろんなことを解説しているのと、これからのエネルギーを、それからやっぱりサソリ座というエネルギーね、本当に12歳の中で一番変容を促して私たちの魂の進化をさせてくれるのはこのサソリ座のエネルギーなんですね。で、皆さん必ずサソリ座が皆さんのホロスコープなんかありますから、私なんか12ハウスとアセンダントですからね、もうよくわかりますけど、冥王星が一番カルミネートしてるしね。だから冥王星サソリ座8ハウス、そのエネルギーをよく理解していただいて、ハウスごとに詳しく解説してるんですよ。それから今どういうところが起こってるかと、
だから、そこのどう、その、そこでしっかりお勉強していただいて、この10日間を学ぶことで、ジュピターがですね、今度のさそり座の15度の満月の新月の後、2時間もしないでですね、いて座に12年ぶりに戻ってきて、その時ちょうどですね、新月の月がジュピターと重なるんですよ。だから、このさそり座のエネルギー、さそり座のトランスフォーメーションのエネルギーよく取り組んだことが、そのまんまキャリーアウト、この木星に入ってきますから、この、さ、あのね、もあの木星がジュピターに入るということにはね、本当に大きなオパチュニティになるんですけど、それを最大限に生かしていくのはこの10日間の取り組みだと思います。今回、なぜこの木星、いて座イングレスをというウェブナーをしないかというと、あまり必要ないからなんですね。そこはもう本当に、よく取り組んだ方は必ず皆さんのいて座のあるハウスのところが大きくエクスパンドしますから。ただし、いろんな問題を抱えたまま、ここのさそり座のフェーズでしっかりと、自分の中の心癖とか因縁とか、そんなようなことをきちっとリリースしないまんま、自分のエゴをだけを持ち込んでしまって、宇宙の真実とアライメントしないままいくとですね、その問題をますます拡大するのも木星です。ですから、ぜひ皆さん、このね、第4回の、ウェブナー、まだご覧になってない方は、この動画の下に、申し込みのリンクを貼っておきますから、本当に損はないと思いますよ。それをしっかり見ていただいて、ハウスのことも一つ一つ、かなり丁寧に解説してますから、それを今度は木星がいて座に行った時のいて座のハウスが何ハウスかということで応用していただければいいかなと思ってます。はい、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今週もですね、どうしようかと思ったんですが、やっぱりちょっとこのカードがですね、私本当にね、すごいエネルギー降りてくるんですよね、これで読む時に。だから多分これを使いなさいというふうに私のガイドが言ってるので、Wisdom of the Hidden Bell も今週も使います。そして3枚引きはいつものように、クリスタルマンダローラクルカードとパワーオブサレンダーカードで、本当にいつものようなシンクロニックスプレッドで読みますね。はい、ボトル、まずボトルからいきましょう。今回はやっぱりね、この新金星にふさわしいカードも出てるし、今言ったような、その最後の木星がですね、今本当にクリティカルディグリーのところに来てますから、さそり座の。で、さそり座に今星が4つもあるしね。当初、おうし座で満月ということは、さそり座に太陽がありますからね。で、今、おうし座の満月見ましたか？今ね、地球がこう傾いてますからね。秋になってきてますよね。英語で秋のことをオータムと言いますけど、フォールとも言うでしょ。あれは太陽がずっと落っこってくるからなんですよ。だから今、昼間太陽を見ると随分低い位置にあるでしょ。でも皆さんね、今満月、まだ満月の後ですから、夜になると月がよく見えますから見てください。月はすごい高いところにありますよ。ね。本当に今秋が満ちてきて、だん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 これから日がどん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 もっと落ちてですね。そして、夏至。じゃない、冬至になって今度は冬が来るんですけど、本当にこの、プルート、さそり座、お話しするといくらでもお話できちゃうので、これでやめますけど、それを象徴しているエネルギーが、ボトルからも降りてきました。で、まず今回出てきたのが、アーケンジョー、シャモエルが出てきてます。だからやっぱりこれ本当に私の一番好きなボトルですけど、本当にラブが大事なんですけど、次に出てきたのがアーケンジョー、マイコが出てきましたよ、ミカエルさんね。だからやっぱりね、皆さんのこうベースチャクラしっかりとグラウンディングして、そしてアケンジョシャモレは第3チャクラのソーラープレクサスのエネルギーですから、やっぱり本当に皆さんのハートをしっかり開いていくことが大事。そしてやっぱりこの第1チャクラはこのサソリ座ですよね。プルートもそうですよね。土星もそうですよ。その辺のやっぱりこうエネルギーをしっかりとね、開いていくようなクンダリニヨガとかね、そういう瞑想とかをなさることがすごく大事だと思います。今はウィッシュフルシンキングって英語で言うんですけど、ああこうだったらいいな、ああだったらいいなというふうにですね、自分のエゴの憧れで生きる時じゃないです。現実に向かって一番自分の魂の声を聞いて、エゴ自我をですね、本当に魂に沿わせていくようにしなきゃいけません。ね、
自我は必ず私たちが生きていくとき必要なんですね。だからエゴが悪いわけじゃないんですね。イゴっていうのは自我、自分たちがこの体を持って生きていくときには必ず自我が必要です。でもその自我を中心に生きるのか、魂中心に生きるのか、ここが大きな違いなんですよ。だからやっぱり魂を成長させていくために、今皆さんが選んだ魂の設計図、そこをがまあ皆さんの出生図というネイタルチャートと言われているホロスコープですけど、そこの声をよく聞くことでね、皆さん本当にものすごい今オポチュニティ来てますから、この10日間すごい大事ですよ。それだけは何度言っても言い足りないです。本当に第4回 の、 私が体を壊して本当にもうその日はできないかなと思った体調の悪い時にですね、だから随分鼻も噛んでるし風邪ひいてひどかったんですけど、それでも3時間も熱く語ってますから、ぜひ、まだご覧になってない方は、あれは本当に今この時に最後のところですけど、ここでしっかりね、そういうことを理解してですね、生きていくと、これからの激動のですね、11月から本格的に本当に2020年に向けてのもうスタートしてますよ。宇宙からのメッセージ来てますよ。今、今週本当大事です。しっかり取り組みましょう、一人一人で。それでちょっとまた話がすぐ熱くなっちゃうんですけど、マルティディメンションの DNA レイヤーが来てますね。だから今本当に私たちのいろんな DNA を活性化させていくことが、今このシャドーワークすることですごい大きなチャンスもらってると思います。そして最後に、これはもうほとんど売ってないんですけど、ユニバーサルラブのボトル来てますね。これは買えないので、この、ネットでもね、このウェブサイトでも、多分テンポラリーな、ほとんど情報のないボトルだったんですけど、あったのですぐ買ったんですけどね、本当好きでよく使ってましたけど、今日は本当にラブのカードがいっぱい出てますね。じゃあ早速いきましょう。はい、スピリチュアルレベル全部逆位置で出てますよ。だからやっぱり今ね、この最後の10日ぐらいで、大きな私たちのスピリチュアルの中の今のエゴか魂かっていうところで、魂の声聞いてくれ、聞いてないぞっていうようなメッセージ来てますよ。まず最初に、これは今まで出てきたことあるかな、 The Hawk Prince という11番のカードが出てます。1回ぐらい出てきてるかもしれませんね。スピリットコミュニケーション、ペインアテンションと、ね、だから今スピリットはですね、皆さんにコミュニケーションしてるんですよ、ね、で、ちょっと注意しなさいよって。これがね、正位置で来てる時はいろんなメッセージが来てるんですけど、逆位置の時はどういうメッセージかというと、あなたちゃんと魂の声聞いてますかというワーニングが来てる時ですよ。今いろんな事象が起こってると思います。偶然じゃないんですよ。本当に、ちょっとごめんなさいね、今ちょっと寒いので窓を閉めましょう。ずっと政治とかフランク先生が書いてたので、オラクルカードの時いつも浄化をしますからね、ちょっと煙ってたので、窓開けたんですけど、やっぱり夕方は冷えますね。はい、どこ話してんだっけ。あ、そう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 、これね、これ来てる時ってあれですよ、皆さんは魂の声ちゃんと聞いてますかと、ね、もうなんか自分がこうだったらいいな、だったらいいなというふうにですね、自分のそのなんていうかな、メンタルの頭の中で作り上げた物語、ね、おとぎ話の中に執着してしまって、本当の自分の姿見てないんじゃないのっていうかメッセージがいっぱい出てるんですよ、今回。ね、だから今ね、もう本当にね、このホークプリンス、ワシのプリンスがですね、鷹ですか、鷹だね、旗振ってきてるんですね。気づきなさいと、ね、だから何か間違ってる時にこれ来ます。何か皆さんの中で今苦しい思いしてる人がいたら、そこはもう一回自分の心癖とかいろんなことを見直す、すごいいいチャンスをもらってるんです。で、だからといって、このワーニング、赤い警告の旗が来てるからって言って心配する必要ないですよ。これが、この、鷹のプリンスが来るときは必ず皆さんのに間に合うように来てくれてますから、今ここでしっかり気づける。だってまだ10日あるじゃないですか。もう10日しかないじゃなくて、まだ 1,
1週間ちょっとあるんですよ。だから第4回のウェブナーをしっかり、もう1回聞き直すとか、まだ聞いてない人は勉強してですね、サソリ座の持ってる本当のメッセージ、そして皆さんがサソリ座がどこにあるか分かりませんけど、そのハウスのテーマをもう1回ちょっと振り返ることでね、ジュピターが今度の新月の直後に、ノードも変わっていくんでね、本当に大きなシフトが起こります。でそれを最大限に生かしていけるようになるために、今すごい宇宙の愛でたくさんの事象が起こってますから、それをしっかりと見ていってください。で先週に引き続きまた出てきました、ずっと天秤座の間出てきてましたけど、 The Keeper of the Scale がフェアネスバランスがまた逆位置ですよね。だからやっぱりなんかですね、皆さんの中で不平等だな、不公平だな、ひどいなっていうふうな、思いをがあるようなことが起こってるんだと思うんですけど、確かにそのジャスティス、不平等なこともいっぱいあるんですけど、そこをいくらコンプレインしても始まらないときは始まらないですよね。で今すごい大事なことは、これが逆位置来て何度も言ってますけど、自分が思った通りにならなくてすごい混乱するんですね、フェアじゃないってね。でその自分の中のエゴとか自己中心さばかりのバランスを失ってしまってる、もうこんなひどい、でもやっぱり私は忘れないわって、そういう執着とか、今本当苦しいでしょうけど、そことよく向き合うことがこのサソリ座の金星なんですよ。今回の新金星というのはね、ファイポインティスターですよね、金星の逆行のウェブナーもぜひぜひ、これはね本当に他でどういうクラスがあるのか知りませんけど、日本で金星のことをね詳しくね、どこまでまだねこのね金星のヴィーナスターポイントという研究は始まってまだそんなに経ってませんから、来年は皆さんにそれをねご提供しようというふうに今思いはありますけども、すればするほど、また私はいつものように しっかりやり込まないと気が済まないので、ちょっともしかしたら再来年になるかもしれませんけど、で今私自身がいろいろ研究してて、もうって思うようなことがいっぱいありますよ。だから皆さん今回のねこのねサソリ座サンドしっかり覚えておいてください。そして10年8年後また同じところで、今度は1度ぐらいになるんですけど、戻ります。2010年の10月に、5度で、新金星がありました。サソリ座5度で、あの時は私の12ハウスでした。であの時も私は、出業していたんですね。土星が10ハウスで大きくキャリアが広がっていた時だけれども、リーマンショックの後でもうポストがありませんということで、不本意ながら出業して、でもその時にですね、私はアストロロジーを本当に本格的に先生についてものすごく勉強してた時なんですね。でその時もアストロロジャーになりたいなと思ったけれども、まだちょっと自分はそこまではまだ時じゃないなと思ったので、その時はならなかったんですけど、その後で、それまでの努力が実ってですね、クビになった会社は10年間ほとんど時給も上がらないまんまこき使われたんですけど、そこで培った経験があったおかげで、ずっと出向していたのでフォードに、フォードの方から戻ってきてという形でポンと給料が倍になった話をどっかでしたと思いますけど、でその後またヘッドハントされて、本当にそれからの4.5年で私はそのベースの収入がですね、基本給がですね3倍になっていったんですよね。10年間変わらなかった。で何が言いたいかって、自慢話してるじゃないですよ。こういうふうにね宇宙の寄せてくる波に逆らうんじゃなくて、それを受け取りながら今そのできることを精一杯やるとですね、すごいオポチュニティ来るんです。で私の場合はサソリ座12ハウスなのでね、特にそうなんですけど、で今回皆さんにまたその、新金星のこととかねを研究してましたから、そしてちょうど土星回帰の2回目の回帰の直後に私この間出業してますから、それの資料を全部作っていた時に、もう一回その出業とした時のチャートを出してみたんですね。それで Guess what? ね、もう本当びっくりしましたよ。金星がサソリ座5度にいたんですね。だからこのやっぱり
この心筋性というのは私たちが意識しようとしてまいと、ものすごいサイクルとしてすごい大事なポイントにいますよ皆さん、まだまだちょっと研究がですねそんなにありませんから、将来的にはね星読みつれづれ草の、コミュニティで金星のチームを作ってですね、こういう研究をしてですね、オーパでオーガニゼーションのアストロジャープロフェッショナルアストロジーのチームとしてですね、日本サテライトからこういう研究発表ができるようになったらいいなというのが今日の私の夢なんですけど、そのためにもビシビシ、受講生の皆さん鍛えますからしっかり勉強してくださいね。そしてまだ受けてない方、コンシャスネスアストロジーは素晴らしいですから、また宣伝しちゃいますけど、でも本当にね、今日のこの心筋性すごい大事です。で、何か話がまたもうはるみさん興奮するとすぐパワフルになっちゃうんですけど、何が言いたいかっていうとね、だから今日すごいんですよ。こんな日にね皆さんにオラクルカード引いてんですよ。私今日一日かけて本当に浄化をして、ソルトバスに入って、で、瞑想もかなり長くしてヨガもして、そして引きました。本当に祈って祈って、たくさんのメッセージがダウンロードされています。で、まあ今日ここでね皆さんにお伝えしてますけど、本当にね今は少ししっかり休む時ですよ。休んで内側を見ることです。そしてなんていうかな、もう自分の中にハーモニーをもたらさないものとか、自分の苦しめるような環境はですねもう手放していく時が来てます。そして、2番目の The High Load of 2番のですね Gratitude of Service がまた来てますね。これも前に何度か出てましたけど、これがやっぱり逆位置なんですよね。だから今本当に、自分を利他業をしていくのが素晴らしい時にもかかわらず、どうしてもサソリ座のネガティブな方の波動で執着とかそういったことが今出てきてるんですよね。だけどこの出てきてて、そこでこれがダメだじゃなくて、今いいチャンスもらってるんですよ。だからこれがチャレンジャー出てる時は、今はなんていうのかな、利他業をしてきなさい、ちょっと自分のエゴをばっかり深いところ見てきなさいとね、本当に自分の棚卸しをしなさいよっていうメッセージですね、これね。他のとこも同じような出てますけど、でなんか自分になって他の人を助けるようなことをしてないでしょうかね。本当に前にもお布施の話しましたけど、お釈迦様の六波羅蜜の中でね、やっぱり利他業ってすごい大事なんですね。利他業は情けは人のためならずって言葉は、情けをかけると人が甘えちゃってよくないからって意味じゃないんですよ。あれは人の情けをかけたおかげで自分の命が救われた逸話があるんですよね。今話しませんけど、だから情けをかける、他の人のために何かを利他業をさせていただける余裕があるというか、させていただけることは全部自分に返ってきてるんですね。だからなんていうのかな、本当に自分が豊かに宇宙の豊かさを受け取って生きていきたかったら、もう喜びで自分を与えていくみたいなぐらいの思いを今持つ時だと思います。そのために自分の中のいろんな、それが嫌だ嫌だ、これが欲しいあれが欲しい、ひどいひどいひどいという気持ちが出てきてくれてるから、これはねオポチュニティなんですよ。それをしっかり受け取ってリリースしなさいっていうことですから、だからそういうふうなことを感じちゃってる自分がいたら、その自分を責めちゃいけませんよ。で、拙い動画ですけど、ネガティブな感情を手放すワークを皆さんに一つだけ提供してますから、あんまりああいうこと私は普通しないのでね、恥ずかしいんですよね。だけどまあそのうち皆さんと一緒にリトリートしたらやりますけど、ああいうのを動画で出すのはあんまり私のあれじゃないんですけど、まあ一つしか今出してませんけど、誰かがねコラボで音楽でも作ってくれたらまたやりましょうね。そうですね、クリス・ファーボールでも今度買ったらね、それで演奏しながらやってもいいかなと思ってますけど、まあちょっとクリスタルボールも私はやっぱり買うんだったらきちっと自分で選びたいので、まだ買いに行ってないんですけどね、まあまだ、来ないということはその時じゃないんだなと思いますけど、今日は皆さんにたくさんのこのね、満月で、浄化をしたクリスタルをここに置いてますけどね、はい。さあ、だから皆さんちょっと今はね
どうしても自分のいろんなことが出てきて苦しい時だと思いますけど、それも一つのプロセスですから、しっかり受け取って、これ特にスピリチュアルレベルで来てますからね。最後が The Hungry Ghost が出てますよ。ガキです、ガキ、ね、で14番ですよね、オブセッションですよね。もう執着して脅迫観念で、オブセスっていうのは何て言ったら、もう取り憑かれちゃってることですね。とかスケアシティっていうのは欠乏感、欠如感です。まだない、まだ足りない、まだ足りないと全然満足しないですね。で、だからスケアシティコンシャスネス、意識がそうやって欠乏の意識に向いてしまって、アタッチメント執着してるような時のカードですけど、これが14番ね。今ね14だから大きく変わる時は来てるんですよ。あ、これがね逆位置で出てる時は本当に失ってしまうんじゃないか、これがなくなっちゃったらもう自分はなくなっちゃうんじゃないかって、そのことばっかり恐れてる時に来ますね。でそれがなかったらもう自分はもう失敗しちゃうんじゃないかと、これがなかったら私は失敗だわっていうふうに、もうそのいろんなものにしがみついちゃってる時にこれが来ます、逆位置で。とにかく、ああもうこれがなかったら私生きてないといけないとか、今までこんなに私が尽くしてきたのにとか、ここまでやってきたのに、ひどい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 と。でそうやって常にですね、ああだったらいいのに、こうだったらいいのにと、今ないものを自分の我のね欲望で常に常にそればかりを追いかけてきてる時にこれが出ます。それがもう当たり前の意識になっちゃってる時、いいですか。そういう時って大抵ね、基準が外側にあるんですよ。誰か他の人と比較しては、やっぱり私はダメ、ね、私はやっぱり見にくい、綺麗じゃない、何々ね、そして他の人はが成功して誰か素敵な恋人を見つけて幸せに結婚していったら、いいな、そしてまだ私はこうだからダメなんだとか、自分がいろんなものを持ててないっていうことで自分はダメだというふうに、こう負の循環になっちゃうんですね、これ。だからそうなってくると、自分の夢がウィッシュフルシンキングでしょ、こうなったらいいなっていう自分の本当の魂の望みではなくて、イゴでその執着をしてるから、それは絶対にですね、特にもう絶対に嫌だとか絶対こうだとか、もう手放さないって思えば思うほどいいサインです。皆さんは執着しててオブセッションになってて、この今言ったような状況に陥ってます。でそういう自分がまたダメだになってはいけません、ね。だからそういうのがいっぱいになってくると、心がもう苦しくなって、うつ病になったりとか、うつになったりとか、過食に走ったりとか、買い物しすぎたりとか、ワーカホリックになったりとか、飲みすぎたりとかっていうふうに自傷行為を起こしてしまいますね。でもそれも一つのプロセスです。そういう自分がいたらダメだじゃなくて、その自分を思いっきり抱きしめてあげましょう。そして今、ああそういう自分に気づいて手放しなさいって、このカードが来てくれてるんだなって思ってください。そしてそれは幻なんです。皆さんがないと思ってるものが幻なんです。私たちはもう本当に宇宙からたくさん愛されて、今ここに豊かに生きているんです。本当に生きていられるのに、自分が自分をありのままで受け入れないから、自分を。だから周りのものも一つ一つの状況をあるがままで受け入れられない。何か自分の中で幻のこうあるべきみたいなパーフェクトなものを作り上げて、他と比較して、そしてその自分がない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 ってやってませんか。でも宇宙のこのディバインのエネルギーはあるだけでパーフェクトなんですよ。だからこのハングリーゴーストはね、皆さんにいいですか、自分が欠乏してる、欠如感っていうリアリティで生きてるよってことを皆さんにここ伝えに来てくれてますよ。で皆さんの仕事、私たちの仕事はそのハングリーゴーストにフィードすること、ハングリーゴーストに餌をあげることじゃないんです、ね、そうじゃない、ね、
そうしたらですね、ハングリーゴーストはどん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 もらってももらってもハングリーですから、ガキは。だからもっともっとと言ってですね、皆さんの力をどんどん吸い取りますよ、吸血鬼みたいに。だからまずは宇宙のスピリットの中に常に無限のアバンダンスのエネルギーがあるってことを信頼して、もう本当に今日今思い当たるなって自分の状況を思った方はぜひ、ネガティブな感情を手放すワークでですね、一つ一つそういう思いを抱きしめて宇宙に返していくワークをこの10日間騙されたと思ってやってみてください。本当に変わりますよ。その後でしっかりソロットバスに入って、ね、ヨガでもしてマントラを唱えるなり、お経を読むなり、瞑想するなり、何か自分のできることをしてですね、それからやっぱり自然の中にいることすごい大事です。今週はパーティーウィークじゃないですよ。本当に11月の今度の新月以降、木星がいて座に入っていったら大きくいろんなことが実ってきますから、そのためにはその新しい木星のエクスパンションの力を思いっきり出していくためには、今ここでサソリ座の取り組みをしっかりやってください。サソリ座はものすごく苦しい、自分の限界にぶち当たるような経験をしながら、そこをともがきながらそこを乗り越えていけるサインなんです。12歳の中でサソリ座を通さなかったら魂は進化できないんです。死と再生の成長の象徴がサソリ座なんです。そのことはですね、コンシャスネスアストロジーの入門コース、そして今初級コースを受けている皆さんはよくわかってるはずですけど、今週今度の月曜日の授業はいよいよ、サソリ座の月を、じゃない、金星を読んできますよね。これも偶然じゃないですね、本当は今週終わる予定ができなかったからね。でもこの新金星でこのサソリ座のところで金星ももうすぐ天秤座入っちゃいますからね。だから、しっかり皆さんにこのサソリ座のエネルギーの素晴らしさ、パワフルさ、そしてそれをいかに皆さんがちゃんとうまく使っていけるようになるか、自分で自分をしっかりと教育していってくださいね。素晴らしいですよ、本当もう涙が出ちゃうぐらいすごいエネルギーですね。みんな苦しいだろうけど頑張るんだよ、ね、本当に今ここでしっかり取り組んだ時にね、ジュピターがいて座に入ったらすごいですよ。みんなこの取り組みをしなかったら、ジュピターが入ったってずっとそのサソリ座のワークをしてない部分のその今の心癖が皆さんの中にいっぱいになってるから、入ってこないんだから光がね。しっかりと思いっきり綺麗にしちゃいましょう。それがこのサソリ座の新月だし、牡牛座の満月ですよね。はい。スピリチュアルレベルが過ぎたところで、現実レベルはガイアズガーデン出てますよ。だからやっぱり地球と今つながること、今実りの時ですよ。地球がちゃんといろんな豊かさを与えてくれてるじゃないですか。つい、何日か前にうちでね、柿やブンタン、パメロスということを言いますけど、それからグレープフルーツとかがまた実ってきてるんですね。で、柿は今年は下の方切らなかったので下にもたくさんついて、大体ね収穫の前に全部リスが食べちゃうんですよ。もう本当ね、もうリスなんてちっとも今は可愛くないわね。あれも私に言わせれば、何お前っていう感じでね、来ないでってそのね、私はがめつくはありませんから、みんなに分けてあげるのはいいんですけど、一生懸命私がこう水をあげてですね、ジュンちゃんが水をあげたり、リエちゃんも水をあげてくれて、私が一生懸命、ありがとうって言って、カキさんがですね身をつけたものを全部食べられるのは嫌ですよね。で、まあこの間最後の本当にいつもね十何個ですよね、すんごいいっぱいになるんです、100個以上。でも毎日毎日青いうちから一口食べちゃ落とされてというのが続くので、まあでもね、まあ、リスも必要なのは分かりますけど、そしてその柿をですね、うちの植木鉢の中の土の中に入れて隠すもんだから、植木がぐちゃぐちゃになるしね、なんとかならんかなと思うんですけどね。まあそれでもうちの庭にいつも来てくれるのでね、かわいい存在ですけど、はい、話がまたずれましたね。だからそんな感じでうちの庭をね、今純ちゃんがいないから毎日庭のいろんなハイビスカスもいっぱい咲いてくれてるし、いつも今ちょっと忙しくて人に任せていたところをもう一回ガイアと今つながれてるのすごく幸せですけど、本当に今週は自然にしっかりつながることでね、地球で生かされてることをしっかりと学びましょう。アーケンジョル
ね、マイコーとシャンボエルも来てますよね。でこれ18番なんでやっぱりね、18は 1+8 で9でしょ。今週本当にね、この新月までの間で、そしてこのサソリ座の最後のワークをすることでね、いろんなものがコンプリーション終わっていくタイミングだと思いますよ。だからそう、今本当これが大事ですね。でこれ聖地に出てきてますから、もうね、これが来てる時は本当に夢が叶うよっていう時のメッセージですから、ここのスピリチュアルレベルのところでしっかりとですね、自分のエゴを魂の声に聞く方にエゴを使っていった時に、私たちは本当にいろんなものを今受け取れます、ね、そして大事なことはやっぱりこう謙虚にですね、感謝の気持ちを今与えられていることをどんどんいろんな人にありがとう、物にも、庭のお家にも全部全てありがとうと言ってですね、感謝をしていくことでですね、皆さんはその宇宙の豊かさのエネルギーをしっかりと受け取って、それを使っていけるんだと思うんですよね。だから何もかにもそのエネルギーを受け取ってないのは私自身だし、私たちだし、それ受け取るか受け取らないかのチョイスも私たち自身ですから、今ちょっと苦しい時だと思うけど、しっかりとね、自分の魂の声に耳を傾けてみましょう。必ず聞き取れますよ、ね、はい。で、感情レベルはですね、2枚出てて、 The Wise Woman of Wonderland という21番のカードが今回は逆位置で出てきてますね。だからインテグリティ、コンプロマイズなので、やっぱりこれね、自分の気高さに気づかずに、自分本当の自分じゃない生き方をして自分を妥協しちゃってる時にこれ出てきます。だから今は本当にやっぱり自分の中のいいとか悪いじゃなくて、全てをあるがままで受け入れちゃうこと大事で、出てきたらありがとうって手放すワークをしてください、ね、感情レベルで、ね、恐れから自分に妥協しちゃってる時にこのカードが逆位置で出てきます、ね、自分の状況の本当の真実ってことについて何か否定してないでしょうかね。本当に自分が必要なものをなんかこれが欲しいって言ったらですね、なんかその本当にそれが必要なのかよく考えてみましょう。でなんかエゴが欲しいっていうことで自分を安売りしてたりしませんか。なんか自分が捨てられちゃうのを恐れてですね、他のことのためとかいろんなものを諦めちゃってませんか、自分ね。なんかその前の時にこれ出てくるんですよ。そして、もう1枚カードが初めて出てきたかもしれませんね。パワフルなカードで23番の The Dragon's Jewel が出てきてます、これ2匹ドラゴンがね、こう交わってますよね。それ交わってるというか、こう重なってますよね。このカードが出てくるの時はこれは逆位置も正位置もないんですね。このカードが出てくる、必ず味方と敵なんです。チャレンジなんです。両方なんです。これはインナーコンフリクト、内側でいろんな葛藤があるとき出てくるんですね。で、それを葛藤を通してですね、モラリティ、倫理観とか、コンシャスチョイス、いろんな自分の中でこうあるべきかどうだとかとか、いろんなことで葛藤が来るんですけど、最終的にどっちを選ぶかという意識的な今、チョイスをしていきなさいというのがこのメッセージなんですよ。で23なので 2+3 は5でしょ。やっぱりすごく変化していく。このハングリーゴーストも変化ですけどね、このワンダーウーマンもね、21でいいカードなんですよ。21というのはこれが正位置出てる時は、まあ、やっぱり今非常に素晴らしいオポチュニティをもらってるけど、そこに気づかないとどんどん底なし沼のようにますます因縁に因縁を重ねてですね、そのまんま木星が射手座に入るとその因縁がますます拡大するような感じですね。だから今本当に木星が私たちの夢を大きく広げてくれるチャンスが10年に一度が来るんですけど、それに向けて本当に自分のピュアな夢が何なのか、魂のが望んでいることに気づきなさいという、今すごく大切な、なんていうのかな、メッセージが
宇宙から降りてて、それをサポートしてくれるような星のエネルギーが来てるんだなと思いますよ。だからちょっと苦しい方多いんですけどね、それもね本当に絶対楽になりますよ、今この今週10日間頑張ったら。だからしっかり頑張って、取り組んでみていただきたいと思います。そしてこの、デュエルドラゴンが来てる時はね、だから2話受け取る、しっかりと魂の声聞きましょう、宇宙のメッセージに耳を傾けましょう、そして3で表現していくんです。これが来てる時というのは大抵ね、もうね、デュアリティね、デュアルっていうのは20ってことです。でこれはドラゴンヘッド、ドラゴンテールとも関係しますよね。もうすぐそのドラゴンヘッド、テールというのは月のノードのことですけど、これが変化しますからね、いろんな意味で。それからサソリ座というのは、ドラゴンも象徴してますから、本当に今このパワフルなカードが出てきたのすごいなと思いますけど、これが大体愛か恐れかとかね、正しいか正しくないかとかね、どっちが当たってる間違ってるとかね、信じていこうっていうのと、でも疑ってしまうとかっていう、こういういつも私たちはそういうデュアリティっていう対極の中に、二元の中に分離しちゃってるんですけど、そこがものすごく強調されてきてる時です、ね、でこれやっぱりもうこのメッセージはクリアです。自我なのか魂なのか、どっちを選ぶの、あなたの今のライフはエゴがリードしてんの、魂がリードしてんの、どっちなのと。エゴが悪いんじゃないんですよ。エゴは私たちの月と太陽をしっかりと使って、自分がこうやって生きるんだって、でこの体を持ってここの現実社会を生きていくときはエゴがなきゃ生きていけませんから、エゴはとても大事です。でそのエゴを魂に沿って発達させていけば、本当にいろんなことがスムーズに宇宙からの応援もしっかり受け取っていけるんだけど、魂の声を聞かずにエゴだけが膨らんでくると、これは必ずその時は一時インスタントサティスファクションでね、一時はその目の前は自分の欲求がパッと満たされるけど、結局後でそのコンセクエンス、結果が出てきますから、苦しんでくることになりますよね。だから今今週そのワークをして、特に感情レベルでしっかりとどっちを選ぶかっていうのを決めていくことが大事です。どっちにしよう、嫌だ嫌だって迷ってるうちは絶対に解決しませんから、よしこっちを取ろうって、どっちでもいいですから取ってください。でそれが魂の声に耳を傾けた判断だったら、この後ずっと楽になっていけるはずです。でそうじゃなくて、やっぱり怖いからという恐れの方で、エゴの方の声を取ったのなら、それもそれでいいですけど、それなりの結果がすぐじゃなくても必ず出てきますから。でそうした時はまた皆さんはそこで、私たちはまた違ったチャレンジの取り組みになりますから、いずれにしても遅いか早いかだけなので、私だったらだから早くさっさともうちょっと、楽しく生きたいなと思いますよね。ただサソリ座はそこを乗り越えても、またもっと良くなるために、もっと成長していくために、また違う種類のチャレンジは来るんですけど、でもサソリ座というか私たちの魂の成長を進化していくって、そういうことですからね。でもなんかもうそういうことの断りが分かってくると、あまた来たかぐらいで楽しめちゃいますよね、本当に。だからこの10日間はもう楽しんでやるのが勝ち、楽しんで思いっきり楽しんでシャドーワークしてみてください。でメンタルレベルはこれも前出てましたね、 The Spirit Whisperer というカードが3番出てますよ。 Divine Guidance が来てますよ。それから Higher Knowing というカードで、これ宇宙がスピリットがほら囁いていろいろとアドバイスをしてくれてるんですけど、これも逆位置ですから、その声聞こえてないんですね、大体ね。だからこれはもう大体宇宙の迷子になってる時にこのカード来ますよね。今迷子になりそうだから、ほらあれにうちの私のガイダンスが必要でしょというふうにね、これも赤旗が来てるんですよ、これと一緒だから。
自分で気づかないうちにいろいろ汚してきちゃったものがあるはずですから、マインドじゃなくて直感を信じて、頭でぐちゃ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 嫌だとかだとかどうしようとかって考えてるときは大抵もうドツボにはまってますから、ちょっとそういうワークをしましょう。ね、しっかり休んでヨガをして、そうすることでですね、これです。今とても大事なの。この先週もこれが確かデッキのライ出てきましたよね。9番の、これも9番でしょ。だから本当に今ね、コンプリーションです。もう今、この今週、本当に大事。このさそり座の最後のワーク。で、これで9はもう完成ですよ。ね、そしてレッドゴー。ね、で、これは、The Ring Master of Scrutiny っていうカードでしたよね。Scrutiny っていうのは、Scrutinize というのは精査することですから、Discernment。ね、乙女座のエネルギー使ってですね、識別をするんです、細かいこと。Clear Vision, Details。今週は、本当に、先週もこれが出てましたから、ずっとね、このさそり座の最後の、この本当にパワフルな、浄化をしていくためのプロセスとして、細かいことに注意することが大事です。今は、いて座になってきてくると、もう大きくボールドにね、ボールドにこう、大きく、夢を語ってダーンっていくのがいいんですけど、そこに行くまでに、いろんなまだこう、なんかこう、まだお綺麗にしてない、表面綺麗に見えても、こう蓋を開けたら中が汚いんですよ。それが今見えてくる時なんです。だからもう一回今まで取り組んだ以外のことで何かここら辺汚れてないかな、なんていうふうにですね、細かいことに注意してですね、一つ一つ丁寧にですね、私たちの心の中の、特に感情レベルのいろんな汚れというかね、をこう見て、直せるものはどんどん直して、いらないものはどんどんリリースするっていうことで、きっとね、それをもう手放したら、あっという間にその手放したところに空間ができますから、そこの空間のところに宇宙の愛の光がパッと入ってきますよ。ね。で、これ聖地で来てますから、もうとっても大事なことは、もう本当に今言ったようなこと、ね。今、ライフに展開している、来てるものは本当に深く、こう、ここで何に気づけって私に言ってるんだろうっていうことをよく考えてですね、こういうことですかねって宇宙とお話しながら、そして今この瞬間を生きること、フォーカスすること、小さなことによく観察して、そして大きな大胆な夢は、このさそり座の新月が終わった後にしっかりとアファメーションしてください。それまでは今もう本当にもうリリース、リリース、リリース、どんどんリリース、軽くなればなるほど、あとは楽、楽しくなります。はい。最後はすごくいいカードが出てますよ。それができた人は、ご褒美として結論が、コンセクエンスが一番のカードです。The High Lady of Love and Compassion。愛と慈愛、思いやりのハイレディが出てきますよ。Reverence, Kindness, Consideration ですね。もう本当に素敵なカードですよね、これ。バラを持ってて羽も生えてますけど、だから本当に健常者もやるですし、このユニバーサルラブですよね。で、 DNL がガッと進化していくんですよ、これ。だから本当に今週大事、大事、なんか本当に一番大事な週かもしれない、私そんな気がします。で、まあ一番のカードはもう言わずと知れて、そういったことをしていった時に、宇宙がちゃんとよくやったねってご褒美をくれてるんですよ。だから、これが来ると、もう、なんていうの？only love is true ですね。本当に愛で生きなさいと。ね。多分、見えないところでいろんなものが実際にこう具現化してくるときには、必ず後ろで宇宙の愛のエネルギーが動いてるんですよ。そうしないと具現化しないから。だから、本当に、すごい大事なことだけど、今週は意識をして、チョイスをしてってください。意識をして手放すし、意識をして私はこれを選ぼうと選んで、意識をして感謝して、ね、とにかくコンシャスに意識して思いやりを持って毎日を過ごしましょう。ありがとう、何してくれてありがとうと、まあ、家族にも、お家にも、お庭にも、食べ物にも、一つ一つ、意識してありがとうという気持ちとか、なんていうの、こう、畏敬の念を持つというか、リスペクトを払って、いろんな人がやってくれる親切も気がつけるし、自分がやってることも気がつける、そういうようなことをすることでね、
多分ですね、私たちは自分がどれほど宇宙から愛されて地球が私たちを育んでくれていることに気づけて、そしてそれまでの足りない足りないまだないまだないっていうものから、あ、本当あるがままで豊かに生きて いけるじゃないかと、生きていれるよねと、そういう現実にこう気づいていける1週間になるんじゃないかと思うんですよね。そしてさそり座の新月を越えてすぐにノードも変わって、もういろんなことがパパッと変わって、もう本当エネルギーがねまた活動期になってきた時にね、さそり座の木星がしっかり取り組んだテーマで、今度は木星のいて座がですね、高いところまで登ってですね、大きく旅に出ていって冒険ができるようになりますから、デッキの裏はチェスクイーンが出てます。これも前出てましたね。これね、ストラテジャイズですよ。信じて宇宙にストラテジー、戦略を教えてもらうんですよ。自分でやろうとしないよ、もうどっち行っていいか分かんないから宇宙にお任せするから、信じてですね、宇宙に任せていった時に波が来て風が吹いて、あ、こっちかってそっち行くとちゃんとですね、何か、収穫を得られます。だから波が来ても、まずそれ逆らう言ってたらいけないし、波が来たらその波に乗りながら自分も一生懸命泳がなきゃダメですよ、ね、全部お任せで何もしなかったら波だけだと自分の行きたいところ見えないんですよ。波が行った時に一生懸命泳いでいくと、あ、何か見えた、あそこかなと思って、今度は意識的にあそこに行ってみようと思って一生懸命行けば、波もそこに沿ってきてくれて、あ、こっち行っていいんだなって分かるんですよ。そういうふうにして生きていくのがコツなんだなって、やっと私は60過ぎて本当に星読みつれづれ草を立ち上げて心底納得しましたね。はい、第2土星回帰の後は素晴らしいですよ皆さん。だから土星回帰、今度のねウェブナー、ぜひぜひ、まだ申し込んでない方、もうすぐ、早割価格終わっちゃいますからね、ぜひ申し込んでください。はい、それじゃあ、最後に3枚引きをしましょう。それでは皆さん、ちょっと A と B と C のカードを選んでみてください。はい、それでは引きます。はい、 A のカード、お、 B のカードが出てきました。はい、 C のカード、はい、 C ですね。はい、サレンダーカードです。なんかねすごいエネルギー降りてますね、やっぱり。あ、本当パワフルですよ、これ。もうこの満月はすごかったですもんね。満月もね、クリスタルがみんな浄化して大変でしたけど、純ちゃんとかりえちゃんがいたら手伝ってくれるんですけどね、一人でやったのでまだ取り込んで全部は元の場所に置いてあげてないんですけど、おかげさまでクリスタルと遊んでますけどね。はい、それでは引いてみましょう。今週私は C でしたね。さあ、皆さんはどうでしょう。 A からいきます。 A、 あ、51番のゴデスイシス、イシスクリスタルが出てきましたね。 The she shall always prevail。 あ、これはなんかね、ほんとパワフルですね、このカード。あー、はい、B のカード、 B は34番で Ascended Master Merlin と Mystic Merlite が出てきてますね。 Read the energy、 エネルギーを読みなさいと。さあ、 C のカード、 C はキャー、これもゴデスですね。42番、 Goddess Hecate とマイカで Crossroad of Destiny。 はあ、 Crossroad of Destiny の今交差点に来てるよと。ここになんかね、面白いなんかマンダラみたいななんかあるんですけど、さあ、サレンダーカード、 A のカード、サレンダーはフィアをインティマシー、なんかインティメットになるのが怖いなって思っちゃってる方、それを手放してごらんと。 B のカード、サレンダーとエフォートレスネスね、
そんなに頑張って頑張ってしなくてもやっていける、任せていけばね、そこにお任せしてきなさいとかですね。で C は Surrender your need to always be right、 常に自分が正しくなきゃいけないっていうニーズを手放しなさいというカードですね。あ、面白いカードが出ましたね。あの、マイカ、マイも出てきましたよね。私がサンタフェで買ってきたマイカ、お見せしますね。これすごい素晴らしいですね。ミスティックメンライト、今ちょっとここすぐ出るかな。これはね、すぐには今ちょっとみんなあのちょっと出しちゃったので、イシスクリスタルはね、ここにあるかな。ちょっと待ってくださいね。はい、アイシス、イシスってあのエジプトの女神様ですけど、これ私の大事なあのクリスタルなんですけど、 これがねアイシスクリスタルですね。イシスね、もう綺麗なクリスタルですけど、ここは 1,2,3,4,5,6,7 というふうに 7つの面ができているものを言います。これ全部7つなんですね。これすごくあので、ここに 三角のが全部間にあるのをイシスって言うんですけど、こういうクリスタルですね。これ本当にパワフルなクリスタルですけど、はあ、ちょっと今ちょっと久々にこれをやったので、51番ですよね。このカード引かれた方ね、今週はやっぱ本当にインナーワークすごい大事だと思いますね。なんか真実をしっかりと見ていきなさいと。そうすることで She's always prevail、 必ず隠れてたものも中からちゃんと見えてくるようになりますよと。だからもうなんか自分にはヘルプレスで、全然ちっとも何にもこう誰も助けてくれない、宇宙からも見放されたなんて思っちゃってる方が引いてるかもしれません。そうだとしても、これはハートに愛を持ち続けることの大切さを教えてくれてるカードですから。だからちょっとこのか、やっぱりサソリ座のインナーワークはすごい大事だと思いますね。このワーク、これを引かれた方はなんかひどいとか憎いとか ね、なんかそういうことばかりじゃなくて、よく生きることが、ね、今本当になんでこんなひどいことをするのっていうふうに裏切られたりとか、いろんな葛藤の中にある方が多いかと思うんですけど、それを本当にリベンジと思うんだったら、リベンジしたかったら自分がよく生きることが最大のリベンジだよっていうのがこのイシスの思いなんですよ。イシスの神話をご存知ですかね。今ちょっとそれ話す時間がかかっちゃうから言いませんけど、決して諦めないことです。これはそれがメッセージです。自分の中のハートにある愛をしっかりと手で持ってですね、手放さないこと、そしてその今苦しさの中のほろ苦さとか苦々しさとか憎しみとか、そういったものが私たちを克服することを許さないこと、少なくとも今は打ちのめされそうになったら、そういう自分をしっかりと受け入れてリリースする。受け取ってられたらしょうがないですよね。でもそして受け取ったら統合できるからリリースして、ずっと長い間そういう憎しみとか悲しみとか許せないとかっていうことを引きずる時じゃないです今。ね、多分アイシスですからね。これもう私が失業して2日目ぐらいにアイシスのオラクルカードが来たのかな。それで引いたんですよね。そしたらアイシスが出てきましたね。Never give up と。宇宙は愛で、カルマはクレバーです。だから今いろいろ苦しいことがあるのも、いろんな意味での私たちの因縁だし心癖ですけど、それが出ていったら必ず消えていきますから、その中で自分の魂がどんな因縁とかどんな心癖を清めて手放して、意識的にどっちの方向に向かって進化しようとしているのかっていうことを
のその魂の声を聞いてみましょうね。進化先生学コンシャスアストロロジーを勉強すると自分でもそれが分かってきます。本当にね、アストロロジーがすごいところはやっぱりチャートの中で客観的に見えるんですよね、それが。だからこれはどういうことだろうって時に自分の内側のいろんな思いとか感情とかを通して、ああこういうことなのかっていうふうに、今までよく理解できなかったその感情とかを客観的に視座を与えてくれるんですよね、パースペクティブを。そこが私はアストロロジーすごいと思うんです。特に魂中心の進化先生学とかコンシャスネスアストロジーはね、とかエソトリックのアストロジーはね。だから、今からでも学びますから、ぜひ一人でも多くの方に学んでいただきたいし、個人鑑定で一生に一度のリーディングで、皆さんの魂の声の通訳のお手伝いはしますけれども、ごめんなさい、リーディングの方は本当5月以降にならないと、ウェイティングリストを受け付けてますけど、今最速で多分6月7月になると思いますので、どうしても苦しいという方はそれでもご相談ください。それから、ウェイティングリストでは受け付けてますから、は受け付けた順で、言ってますけど、今だいたい本当に、ね、1年近く待っていただいてやっとっていう感じなので、ごめんなさいね。今私の勉強の方も忙しくて、なかなか1ヶ月で見れる数が少ないので、ですけど、まあ話がずれましたけど、そんな感じで、ね、だから今本当今週大事ですよ。その代わり皆さんにはね、この無料でこのオラクルカードとエネルギーナビ皆さん出してますから、参考にしてくださいね。でこのカード引かれた方、多分天秤座から引きずってきて、ずっとインティマシーのことがなんか問題なんだと思うんですよね。なんか自分の中で恐れがないですか。 You are ready to let love in、 愛を中に入れていくことにレディになってますよ。Compassionately identify and begin to release and patterns that stop you from opening your heart. 多分ね、なんか恐れの中でまた自分がハートを開けて愛を受け入れようと思っても裏切られちゃうんじゃないかとか、捨てられちゃうんじゃないかとか、そういった心癖があって、なかなか自分をハートを開けなかった方がいてもね、そろそろそれを開いてごらんね。思いやりを持ってそこを築いてごらんっていうカードなので、何かこの今日出てきたことでインナーワークをする中で、それを手放していった時に、きっと来月になってきて、ってかこのね、木星がいて座に入って、特にいて座が7ハウスとか11ハウスとかなんかにある方は、仲間ができたり、なんか素敵な出会いがあるかもしれませんよね。5ハウスでもいいかもしれない。で、はい、B の方ね、アセンデントマスターメリンとミスティックメリンね、レディーリーダーエネルギー。ここはね、これはね、多分このカード引かれた方は、このこれがすごい大事ですね。スクルトナイジングがすごく大事だと思う。感情の中に必ずでもそのエネルギーってありますから、今この瞬間に自分はどっちを選ぶんだろうって、常に常に今日は何食べようとか、いつ起きようとか、いつ寝ようとか、いつお風呂入ろうとか、いろんなこと決めてますからね。女性だったら今日は何色の口紅を塗ろうかとか、口紅は今日は塗らないとか、わかんないですけど、だから一つ一つ意識して、自分が何気なく毎日だーっと過ごしていることをちょっとやってみることで、一つ一つのアクションとか言葉とかいろんなものにはエネルギーありますけど、それがだん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 見えてくると思いますよ。でやっぱりそのいろんなアクションを起こす時も、そこにちゃんとそのエネルギーの中に真実のエネルギーならば、スーッと、全然不愉快じゃないんですけど、何かエネルギーがうんと思うような時は、そのアクションの裏にはなんか変なマニピュレーション、なんか操作しているようなことがあるかもしれませんから、今週はなんかそんなことをちゃんとディスーンしていくことね、そしてちゃんとストラテジーを見ていくことが大事なような気がしますね。それがすごく大事だと思いますね、これ。ロジカルにこうだって分からなくても、
直感でね、とかガットフィーリングでなんか嫌だなと思ったら、そこはその気持ちを大切にした方がいいですよ。どんなにマインドだと、ああの人こう言ってるし、私こうだしっていう風にマインドが自分を説得しようとしても、自分のハードとか自分のガットフィーリングがちょっとなんかしっくりこないっていう時はやめた方がいいと思いますね。で、これサレンダートゥーザエフォートレスですでしょ。だから本当に自分の魂の行きたい方向に行ってる時はいろんなことがスムーズに進んでいきますよ。そして行ってても進まない時は、そこで何か学ぶ必要があるから出てることであってね、そこで幼いこと、そこからあこれで何を気づけってことですかっていうふうにやっていくと、またあここだよっていうふうに導かれていくんですよね。 Stop pushing so hard、 あんまりにも、激しく押すのやめなさい。 The art of living means going with the flow。 で、生き方の技術というのは流れにと一緒に行くこと。 Instead of trying to force the river、 ね、川の流れに逆らってですね、前に登っていくんじゃなくて流れと一緒に行くというのが、スムーズに生きるコツだよっていうことですけどね。はい、C のカード、ゴーデスヘケイトというんですかね。で、マイカね、クロスオブデスニー、これはあそうですかって感じですね。マイカ、このマイカ見つけた時ね、びっくりしちゃったんですよね。わなんてって、でこのマイカこれすっごいですよね。でマイカってすごくこうフラジャーなんでね、こうどん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 こう置かれてきて、このマイカを粉にして、お城なんかのこう、ちょっとこう、ハイライトなんかにも使いますけどね。これこのカードで書かれた方はまさしく人生の交差点にいるんですよね。だから一番大事なことはチョイスと重なりますけど、マインドでごちゃごちゃ考えて選ぶんじゃなくて、とにかくハートで何かを意識して選んでいくのは今週すごく大事だよっていうメッセージだと思います。ね、頭の中で、ああだったらいいな、こうだったらいいなというwishful thinkingでいるとですね、そういった幻というかデルージョンというんですけど、そういったもので、何かその場限りで何か期待をして、で結局うまくいかなくて、ひどい騙されたになっちゃいます。だから、やっぱり、私たち不安は嫌だから、どうしてもセキュリティが欲しいから、セキュリティ、自分がよく知ってる道じゃないと行きにくいんですけど、あえてですね、今大きく進歩できる時なので、リスクを取っていく決断を起こす時も大事ですよ。で、自分の魂に沿って生きていくんだって決めることは、リスクを取ってるように感じるけど、実はそっちの方が絶対セキュリティなのね、本当は。本当のこと言うと。もう宇宙保険に入るのが一番ですよ。ね。だけど、なかなか難しいんですよね。そこまで行くので。だから、もう一回、ちょっとここは私もこれを引いたので、しっかりとね、自分の中で見ていきますけど、とにかく、このカードが来た時のメッセージはいつも、皆さんは今、運命の交差点にいますから、どっちに行くかというのは頭でごちゃごちゃ考えるんじゃなくて、ハートで選んでいってくださいねというメッセージですから、そのことを頭に描いて、そして常に自分が正しいというふうに頭で正しいか正しくないかって考えると、やっぱりうまくいかないことがいっぱいありますから、Give other the gift of letting them be right、もしかしたらこのカード引かれた方は他の人にこうするべき、ああするべきって言いすぎてませんかね。ね、一人一人、皆さん、私たちが一人一人が自分で選ぶ権利もあるし、義務もあるように、周りの人もありますから。ね、で、なんていうの？be yelled, not rigid. This will help resolve conflict and improve your relationship. だから、一人一人が違った意見を持ってもいいんだっていうことですよね。はい。硬くなりならないこと、今週は。それがすごく大事だと思います。そうした中できっとね、本当に今週、インナーワークすることで、11月になったらどんなエネルギーになるんでしょうね。楽しみですね。最後に私のお宝の、ルメリアンクリスタルをお見せして終わりにしようかな。はい。とてもこれもイシスクリスタルなんですよ。ここにイシスが見えますよね。はい。それでは、来週はいよいよ新月のちょっと前ですけれども、多分ね、今のこの読んだリーディング10日間ちょっと、この新月までがとても大事ですから、本当にクリティカルモーメントですよ。今週どれだけ自分の内側と向き合って
手放していけるか、軽くなるか、それで来月から、来月っていうかもう本当に11月の7日8日から始まる大きな変容のエネルギー、本当にエネルギーシフトして激動の2019年20年が来ます。ですから、この第9回の土星回帰とこの冥王星、土星の、あの影響をね、個人レベルでお一人お一人のチャートでどうやって読んでいくかということの実習です。そして、日食月食のナビゲーションで皆さんが、一人一人はみんな違いますから一人一人のことは申し上げられませんけど、私のチャートのお礼にしてね、どういうふうに読んでいったらいいかということを詳しく解説するレッスンになりますから、ホロスコープのことが全くわからない方はちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、第1回のウェビナーから少しずつ学んでいっていただいて、コンシャスネスアストロジーを取ってくださっている方はですね、本格的にリーディングをいろいろしていくための一つの、大きな、なんていうかな、たくさんの材料がもらえる、ウェブナーになってますから楽しみにしていってください。はい、それでは今日はこれで終わりにします。 Thank you so much and so much love.